それでは結集授業を覚えるシリーズの第1回目のレクチャー動画を作ろうと思います。今回覚えるフレーズはこちら。どうでしょう、皆さんお手持ちのティンホイッスルで吹いてみましたか？この結集授業の曲の中でもこのソーソラシっていうのとか、このフレーズは後半の方でいろんなテクニックを織り交ぜてやりますが、まずは純粋なそういうテクニックとかを使わないメロディーを覚えてください。後半の方で多分11月の後半かな、この企画の後半の方になってきたらタップとカットを使ったとかちょっといろいろ変えてくるんですけど、まずは一つのバリエーションとして簡単なフレーズを覚えていきましょう。指をしっかり覚えてください。まあ、今回は結構丁寧にやってきますので、ぜひ。そして、一応こういうレクチャー動画を作りますが、このティンホイッスルの持ち方とかも、いろいろこう吹き方とかも、まあ、流派みたいのがあって、それぞれ違います。なので、まあ、こじこりさんの言ってるやつが全て正解ってわけではなくて、まあ、これはあくまで僕の教え方というか、僕の身につけてきたノウハウの一つなので、まあ、こういうやり方もあるんだなっていうふうに、覚えておいてください。こうじゃないやり方をしている人がもう間違ってるっていう風にはくれぐれにならないようにご注意ください。僕もいろんな人から勉強したりもしているので、もしかしたら今はこういう風に教えているけど、まあ10年後とか50年後、50年後は生きてないかもしれないけど、だんだん変わっていく可能性もありますが、まあこの動画の中で覚える人はぜひ僕の指とかを真似して覚えてもらえると、まあ僕みたいには吹けるようになるよっていう目安にしていただけたらなと思います。じゃあ行きましょう。では最初なんですけども、まずソの持ち方からいきましょう。ソの時は僕は小指を支えに使っています。この小指の支えはなくても音には変わりはないんですが、まあこのソがこの時とかにこの小指の支えっていうのは僕はとても重要にしてて、この小指の支えを使えるか使えないかは多分これから先のいろんなテクニックを入れていくようになってくると違いをすごく実感できる指かと思うので、まあ、もし今から始められる方、この動画を見て練習する方はぜひ小指も意識しておいてください。じゃあ最初はこの3つの穴を押さえて小指をつけたこの指から始まります。まあ多分問題は特にないんじゃないかなと思います。でこの時に紹介動画でもお話ししましたが、くれぐれもグッと穴を塞ぐからといってしっかり隙間なく押さえることは大事なんですけど、くれぐれもグーって力が入りすぎないように気をつけてください。力が入ってしまうとやっぱり指の動きも悪くなりますし、指も痛くなってくるのでリラックスして持ちましょう。もう軽く乗せるだけでも十分なので、軽くしてできるだけリラックスして持ってください。で今日の覚えるフレーズの次がソラシっていうところなんですけど、この指をね一個ずつ上げていくだけなので簡単です。でこの時に指の脱力をすごく意識してほしいので、最初のソはこれで今リラックスしている状態にします。ベタッと置いただけ、今どこの指にも力が入ってない状態です。で次はラの音を出すんですけど、ラの音を出すためにはこのソの指から上げる必要があります。なのでこの上げる動きには力が必要なので、この指を上げる指だけ力を入れて、他の指はソの位置から変わらないのでそのままにします。この上げる指だけ意識するようにしましょう。でこの時気をつけてほしいのが、まあ、指の練習だからって言ってたまにこう、わかりますかね、こう上げれるギリギリまで上げようとする人もいるんですけど、これは良くない癖がつきやすいのでやめましょう。あんまり上げなすぎも良くないんですけど、まあ、どのくらい上げれば音が変わるのかっていうのって多分今やってみてもらうとわかるんですが、こうちょっとずつ上げていくと、音が変わるところをある一定より高く上げるときに、音
音が変わらなくなる高さってあると思うんですよ。なので無理に高く上げる必要はないかと思います。ただいろんなこれから装置コンプを使っていくようになった時にスピードとか勢いをつけるために高く振り上げることはありますが、まあ、最初からこうめちゃくちゃ振り上げて小指がガチガチになるようなことはならないように気をつけてください。他の曲を練習する時も指の上げすぎには注意してください。次のソラシのラからシに行く時も同じで、こう見ていただくと分かると思いますが、このラからシに移る時も動いているのはこの中指だけです。まあ機械みたいにこの薬指も静止できればいいんだけど、この薬指は上げっぱなし、このラシに行く時に動く必要があるのは中指だけなので、動かす中指だけちょっと意識して力を入れます。わかりますかね。こんな風に指の力をできるだけ最小限で使うっていうのが、これから先スピードを上げていった時とかにすごく必要になってきます。力が入ってしまうとこうバタバタしてしまうし、スピードも出すことができません。でそしてゆっくり弾くこともとても大事で、ゆっくりで弾けない人は早くも弾けません。なのでゆっくりちゃんと脱力もちゃんと意識できてる上でスピードを上げていくっていうのも大事なので、まあ、今回はすごく丁寧に1曲ずつを作っていくので、1小節ずつなのでね、すごい短いフレーズなので、ぜひこの指の上げる上げない、下ろす時とかもこれから出てきますが、その指の動きもちょっと考えながらやってください。練習するときって何を考えて練習するかっていうのがとても大事です。まあ音色を意識してやったりとか、タンキングを意識したりとか、まあ指の動きを意識して演奏した練習したりとか、まあその都度ただ吹くんではなくて、今の音を出す練習は何を意識して練習してるのかっていうのを考えながらやるのが練習のミソかなと思います。なので今日はこの指の上げるときとかの指の脱力とか、そういうのもよく意識してこのフレーズ取り組んでみてください。それでは明日はまた違うその次の2小節目ですね。この次のこのラーラシレっていうこのフレーズをやってみようかと思います。では1日目のレッスンはこれで終わりにしましょう。ぜひ頑張って練習してください。もしよくわからないことがあったら、YouTube のコメント欄などにコメントしてみてください。で、この動画ちょっとこの先も楽しみだぞ、面白そうだぞと思った方は、ぜひチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。